いやーどうもレゴラジです。ですね、昨日ですね、発表になりましたね。ついに発表となりました。エッフェル塔の発売が決定いたしました。発売日は2022年11月25日0時発売。いやーすげーな、これやばいですね。価格がね、74,980円、すごいですね。超大人レゴと名付けさせていただきましたが、価格が74,980円、超大人レゴですね。もうこれ大人しか買えないっすよね。素晴らしい。でね、ピース数1万1ピース。すごいね。これ一気に、最大ピース数2位に躍り出たのかな ?1 位はね、このワールドマップ。で、これまで2位が、確かタイタニックの9090ピースかなだったんだよね。それをね、一気に抜いて、タイタニックを一気に抜いて、1万1ピースでエッフェル塔が2位だったような気がする。これね、去年動画作ったんだよね、ピース数の多いランキング。あ、今年か?今年の最初に作ったのかな ?2021 年度版でね。ちょっとね、今年の分まだ入れてないのでね、間違ってるかもしんないけど、多分2位だね。すごいよね、これ。レゴのエッフェル塔といえば2008年だったかなに発売されたこちらのエッフェル塔ありましたよね。これ3,428ピース。これもね、そこそこでかいよ、これ。これね、神奈川だとね、藤沢だったっけな、藤沢のね、ホビーオフさんにね、確かまだ売ってたね、中古で。確か売ってた。これもすごかったんだけど、まあこの手のねレゴってね、作業なんだよね。俺これ確か組み立てたことあるんだよな。作業なんだよね。これはね、もうね、2008年だっけ、古いレゴになるんで、もう廃盤でね、アマゾンで見るとね、何十万とかになってんのかな、これ。わーおアマゾン30万でしか出品されてないね。まあこんなにすることはないけどね。古いレゴなんでね、しょうがないよね。でね、ちょっと最近になってくると、アーキテクチャーでも発売されてるんだよね。321ピース。これはまだ買いやすいかな。これはね、確かね、川崎樽町のね、ブックオフで売ってるかな、今。売ってた気がする。よく知ってんね、ほんと。で、こっちもアーキテクチャーだね。これはね、エッフェル塔というか、パリだね。パリのアーキテクチャー。これもね、649ピース。これはちっちゃいセット。なんだろう。タイルとかさ、1×1 のね、パーツ結構いっぱい使うセットだね。これもね、結構いいんだよね。俺、一時期ハマっててね、買いまくってたんだけど、最近はこのシリーズ、もう発売されてないよね。あ、たまーに出てるのか。これもね、結構いいセットなんだよ。そして今回発売されるエッフェル塔、すごいですね。こちらですね、幅57センチ、高さが149センチ。って149センチってさ、小学生だよね、もうね。すげえな、これ。そしてですね、組み立てはこの画像のように、部位ごとに組み立てて、後で合体させるといった感じになるんでしょうね。まあその、この画像を見ていただければわかると思うんですけど、レゴの建物シリーズはですね、結構同じ作業の繰り返しをね、何個も何個もやって合体させるというのが、まあセオリーなのでね、これはね、ただでかくて大きいセットというわけではなく、結構ね、修行のようなね、試練のようなね、作業が待ってますよ。でもね、完成した時の感動っていうのはね、もうこれはやった人にしかわからない。まあ1万ピースはね、レゴラジもさすがにやったことはないんですけど、3000とか5000のね、この建物、これはね、感動するんだよねって言ってもね、ビッグブリッジとかね、なんだっけ、あの時計塔のやつ、そういうのしかやったことないんですけど、これはいいぞ。これはでも冬休み、
冬休みコツコツやるのにいいんじゃないでしょうか。そしてですね、このエッフェル塔なんですけど、エッフェル塔のセットを買うとですね、エッフェルの部屋というこのミニセットがねプレゼントされるようなんですよね。これ多分実店舗でも多分もらえるのかな、まあ書いてないんですけど、公式オンラインレゴストアではエッフェル塔を買った方にはこのエッフェルの部屋というのがプレゼントされると書いてあります。今回発売されるエッフェル塔は本当に大人のための超大人レゴですよね。いや金額もそこそこします。そこそこじゃないな結構するし、大きさもね大きいんでね、飾る場所にもちょっと悩むような感じではありますが、これもあれだね、クリスマスツリーの代わりにこれ飾って、これに、デコレーションして、クリスマスツリーにしましょう。これもうそれしかないぜひチャレンジするという方、レゴラジちょっと厳しいんでね、ぜひ画像とか見せてください箱見たいな、早く箱見たい。でおまけもねもらえるんでね、ぜひともチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はエッフェル塔が発売だよという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。おつらじ